こんにちは、ひろかです。本日は J1 リーグ第25節サガン鳥栖対ガンバ大阪の試合の様子をお伝えしていきたいと思います。前日に平塚で行われた湘南浦和の試合を見て、翌日朝に飛行機で福岡に着いてから鳥栖の方にやってまいりました。本日起きた悲劇を皆さんにお伝えしたいんですけれども、いつも私空港までバスで行くんですが、なんとですね、昼前だったからかもうバスが満席で、しかも空港までね、あと30分で行かなければいけないんですよ。電車だと1時間かかっちゃうので、もうタクシーに乗って向かったんですが、急性もしましてね、もう大ショック大ショック。さらにショックなことがもう一つ、チケットがですね、なんと最前列5000円するんですけれども、2枚買っちゃってたんですよ。私一人で行く予定なのに、なんか多分ねクレジットがちょっとうまく使えないみたいな感じになってて、もう一回申し込んだらなんかもう二重で取れちゃってて、本当に1万4000円もミスしちゃって超絶悲しいっていう状況だったんですけれども、気を取り直して、こちら前回食べそびれたモンブランアイスを食べることでもうちょっとご機嫌になりまして、まあね、こういう時は経済を回してるっていう風にポジティブに考えると、もうどうでもよくなるんですね、きっと。そして今回も楽しみにしていたのがこちらのぼっかけでございます。牛すじと大根がホロホロにとろけて超絶美味しい、酒のつまみにもなります。そしてこちらの大きな焼き鳥もお兄さんのねスマイルが最高でした。これまでで見たスマイルの中で一番最高でした。いろいろ飲み物も用意しましてね、まあ珍しく今回はノンアルで過ごしたんですけれども、外周を歩きまして中の方に入ってまいります。毎回毎回ね、鳥栖高校の書道部の皆さんも達筆な字で迎え入れてくれてありがとうございます。というわけでピッチ内の様子お楽しみください。
佐賀銀行シニアサッカー部キャプテン山口浩介様、佐賀銀行サッカー部キャプテン岩本様、結構よ、thank you.
コロナウイルス感染拡大防止のためのゴミはご自身でゴミ箱ご入場へお願いします。自分のゴミは自分でゴミ箱の方へお願いいたします。さて、佐賀市は CO2 削減を取り組んでおります。佐賀市の SNS、旧 TwitterX の方でも発表されておりますが、アンケートを行っています。 CO2 削減のためのアンケートを行っております。どうかアンケートの回答ご協力をよろしくお願いします。 CO2 削減に向けたアンケート、ご参加をお届けしていただきます。よろしくお願いします。帰りはこんな感じでお土産たくさんあったんですが、そういえばホテルに冷蔵庫ないな今日と思ってもう買うのを諦めて帰りました。というわけで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではでは。